オットープレミンジャー、オットープレミンジャー、オットープレミンジャー、1905年12月5日から1986年4月23日は、オーストリアイコールハンガリー帝国生まれの映画監督、映画プロデューサーである、1950年代から1960年代のハリウッドで活躍した。北ブコビナのビシュニッツ、現在のウクライナビシュニジャで生まれた、父は、 法律家で、そのため、最初は、法律の道に進み、ウィーン大学の法学生であったが演劇に対する、情熱ゆえに一歳で、マックス・ラインハルトの劇団に参加。最初は俳優だったが、後に、舞台監督となる。しかし、ナチスが台頭したことで、1935年に20世紀、フォックスに招かれて、ハリウッドに渡るが、うまくいかず、しばらくの間ブロードウェイで仕事をする。 彼は、ユダヤ人であったが、オーストリアなまりがあり、しかも悪役に向いた人相の持ち主であったため、皮肉なことに自分があれほど嫌ったナチの人物役を何度も舞台で演じることになった。あとに、里のビリー・ワイルダー監督の第17捕虜収容所でも、捕虜収容所所長の冷酷なドイツ軍人に扮し、ハマり役というべき敵役ぶりを見せた。ワイルダーはこれを面白があり、 プレミンジャー本人は並行しながら演じたという。しかし、この舞台での活躍が認められて、1940年代に映画界に戻り、映画制作に携わるようになった。1944年、メロドラマ風のフィルムのワールローラ殺人事件の脚本と制作を担当したが、監督のルーベン・マムーリアンの仕事ぶりは、プロデューサーのダリル・カイザナックにもプレミン・ジーにも、 不満足なものであった。監督志望であったプレミンジャーは、ザナックに対して運動をかけ、結果ザナックもマムウリアンを即座に解雇して、プレミンジャーが後釜に座った。初監督作となった、ローラ殺人事件で、たちまち新進気鋭の映画監督として注目され、アカデミー監督賞にノミネートされた。その後、落ちた天使や、歩道の終わるところなどのフィルムの終わるを成功させる。 さらに1950年代に入ると、プロデューサー兼監督として、タブーに挑む大胆な映画を、次々と世に送り出す。まず1953年、ブロードウェイのヒット作の映画化、ガツア奥シテでは、バージンや妊娠といった性的なセリフが多すぎるということで、アメリカ映画制作者協会は、自主規制をしようとしたが、これに反発した、プレミンジャー側は協会を脱退して、 エイリンマークなしで公開を強行。結果、本作は大ヒットして、時代遅れの映画倫理規定を改正させるきっかけとなった。以降も、すべて黒人俳優で固めたミュージカル、カルメンやポギートベス、ロバート・ミッチャムとマリリン・モンドー主演の西部劇、カエラ・ザルカは、麻薬中毒の恐怖を初めて題材にして、フランク・シナトラが麻薬中毒者役を、 体当たりで演じた黄金の腕、フランソワーズ・サガン原作で主演したジーン・セバーグのセシール・カットが滞留した悲しみよこんにちは、ジェームズ・スチュアート主演でレープ事件を真っ向から取り上げた法廷劇、ある殺人などいずれも意欲作くながら様々なジャンルにわたって優れた作品を制作し、1958年6月6日には、 悲しみよ、こんにちはの宣伝で日本を訪れ、同日夜、舞台挨拶を行って、二日間滞在した。プレミンジャーの功績として、次々とタブーに挑んで閉鎖的な風潮だったハリウッドに、風穴を開けた他にも、タイトルデザインや宣伝ポスターに、新進気鋭のデザイナーだったソウルバスを起用、バスの斬新なデザイン感覚によって、映画のオープニングタイトルのスタイルに一大革命を、 起こしたことが挙げられる。1960年の栄光への脱出では赤狩りでハリウッドを追われた脚本家ダルトントランボを起用。このように次々と新風を吹き込む彼に対してハリウッドの問題児と見る風潮もあったが、プレミンジャーは一貫して自己流を貫いた。百六十二年にはピュリーツァー賞受賞小説の映画化で政治の裏側を描いた野望の系列。 聖職者の人間的苦悩を描き、再び監督賞にノミネートされた数奇鏡など力作を発表した。監督として成功してからも俳優としても活躍しており、第17捕虜収容所のようなドイツ人将校だけではなく、テレビ版バッドマンでは顔中白塗りでミスターフリーズ役として出演していた。俳優としての悪役。 仇役はよぎながら18番とも言うべきものであったが、映画監督としても俳優に自分の納得のいく演技を徹底要求する恐るべきワンマンで名のある俳優ですら彼の過酷なまでの扱いにはしばしば音を上げた。例えば、数奇教で、プレミンジャーは主演のトム・トライオンに対し極度に厳しく、ダメ出しを重ね、トライオンは俳優としての自信を失いかけるほど追い詰められた。 プレミンジャーの友人で俳優として本作に助演していた映画監督のジョン・ヒューストンがトライオンの振動ぶりを見てプレミンジャーに還元したが全く効果がなくトライオンはほどなく映画界から引退してしまったというまた聖女ジャンヌダーク悲しみをこんにちはで怒鳴りまくられたジーン・セバーグがボロボロになった逸話は有名である1979年を最後に 映画制作から離れ、1986年、アルツハイマー型認知症とガンデマン79歳で、押した。遺作は、クレアム・グリーン原作の、ヒューマン・ファクター。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。